はい、こんにちは。自営業専門の税理士川南です。本日の動画は意外と皆さん知らない個人事業に必要な時価消費について動画で解説します。皆さん意外と知らなくてきちんとこれ処理しているでしょうか？税務調査のポイントでもありますので、ぜひ動画でしっかり学んでみてください。それでは早速行ってみましょう。はい、それでは意外と知らない家事消費について解説していきたいと思います。こちらね、税務調査のチェックポイントですので、しっかりと、学んでいきましょう。本日の内容です。まず家事消費ってどういうものが該当するかについて解説しますね。では実際にどういう例が家事消費に当たるかを次に解説してから、家事消費の記帳方法、経理処理の方法について説明をします。そして、確定申告の反映場所、気になりますよね。じゃあ、一体確定申告のどこに書くところがあったっけ？どこに欄があるのを解説します。そして最後にまとめです。このような流れで本日はいきます。自営業やフリーランスのためにね、役立つ情報を動画で公開していってますので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。そして、家事消費についてです。これは時価消費というふうに言う場合もありますので、家事消費とね、時価消費どっちがっていうと、両方言い方があるので違うものとかね、別個のものだとは思わなくても大丈夫です。今回はね、家事消費で統一したいと思います。家事消費は個人事業主独自のものになります。法人の方はね、該当しませんので大丈夫です。個人事業主独自のものになりますので、ルールを知っておくことが大事かなと思います。じゃあ、どういうものがね、家事消費って言いますと、販売用の商品をプライベートで消費することです。これ皆さん意外とある方がいらっしゃるんじゃないでしょうか。そしてこれは所得税上売上になります。そして使う勘定科目についてです。家事消費等という勘定科目がありますので、これを使って計上をしていきます。そしてね、これ、計上忘れが多い項目になってます。全員が全員、個人事業主、フリーランスの方がね、全員に家事消費が出るってわけではないんですけども、ある方がね、結構いらっしゃると思うので、どういう方がね、どういうふうなことをした場合に、この家事消費っていうのを所得税上売上に上げていかなければならないかについて、次のスライドで詳しく解説します。はい、では実際どんなものかについてですね、例えば家事消費にまずなるものから解説していきます。商品を自宅で消費した場合です。もう一つが商品を知人にあげた。これ結構ね、ビジネス商売をしているとね、ある方がいらっしゃるんじゃないかなと思います。例えば美容師さんですね。サロンや美容師経営をされている方で、自分がね、使う、家族が使うシャンプー、リンス、ワックスなどを一緒に仕入れるってやっぱあると思うんですよ。そして商品を自分のところで消費する。または化粧品なども同じかと思います。化粧品をね、自分のお客様に売る用と一緒に仕入れた方がね、送料が安いとか、もしくはまとめて買った方がお得とかポイントがつくっていう場があるかと思うので、化粧品等をね、お客様のと自分のと一緒に仕入れて気に入って使って買っているので、それを自分で使うっていうケースがあると思います。または八百屋さんやパン屋さんなどが自分家のようにお店で販売してもらうのを持って帰ったとかいうケースもこの家事消費に当たりますのでご注意ください。そして似ているんですけど、家事消費にならないものを紹介しておきますね。1つ目、お客さんにサンプルとしてあげた。これは販売促進になりますので、サンプルをあげたっていう場合は経費にあげれば大丈夫です。普通はね、こうサンプルとして商品を丸々1個お客さんにあげるっていうことはないと思うんですよ。サンプルはサンプル用の何かね、小さいものとかお試し用というものがあると思うので、やはりそれは、サンプルになるので反則になりますね。そしてもう一つのケースです。知人にコンサルを無料で提供した場合です。これね、友人だからということでね、例えば自分がね、コンサルとかしている場合に無料でしてあげたっていうことあるかと思うんですけど、この場合は、サービスになります。要は形がないサービスの場合は家事消費にはなりません。なので、物がある、商品がある方、そういうビジネスをしている方は家事消費が出てくる可能性が大きいと思ってください。このケース、知人にコンサルを無料の場合は家事消費には該当しません。時価消費金額の計算方法というものがあります。こちらはまず商品の取得価格、これ仕入れ額ですね。商品を買った時、仕入れした時の値段になります。それと通常この商品を販売した時の金額の 70% 相当額。この2つの計算式を使って金額を出して、どちらが高い方で計上をします。つまり自分のプライベート、家族が使うものとして持っていったとします。この商品が販売価格は2万円で売っていたと。そして仕入れた料金、金額が1万5000円だったと仮定しますね。そうすると、まずこっちですね。70% 相当額っていう方を計算してみます。1番の2万円。販売価格が2万円の 70% は 14,000 円ですね。そして2つ目、仕入れ価格と比較するとここでね、ありましたので、仕入れ価格は 15,000 円になります。そうすると商品の仕入れ価格、2番の金額がね、15,000 円になります。そしてどちらか高い方って言ってね、先ほど紹介したので、1と2を比較します。そしてこれを比較すると2の方が高いってなりますよね。ってことは、2の高い 15,000 円で計上をしていきます。このように計上金額を出します。ですのでね、知らずにこの販売価格2万円万円っていう風にしてしまうと、ちょっとね、損をしてしまいますよね。知らないで2万円で計上するのと、1万5千円で計上するのと、売上項目に入ってきますので、1万5千円で計上した方がもちろんお得です。ですので、この計算式があるっていうのを皆さん知っておくことが大事かと思います。じゃあ次に、この1万5千円をどうやって帳簿上、経理に計上すればいいのかについて紹介します。はい、貸し消費の記帳方法です。これは、事業主貸し1万5千円。と時価消費1万5000円というふうに経理の処理、これ仕分けと呼ばれるものなんですけど、処理をします。このように経理はしてください。こっちがあれですね、本来だったらここがね、お客さんからサービス受けたツールと、ここがね、例えば現金とか預金通帳になって売上になると思うんですけど、こちらがね、売上ではなく時価消費っていう勘定科目を使って、こっちは実際にね、お客さんから現金もらったわけではないので、事業貸しということで1万5000円というふうに処理をします。事業主貸しについて解説しますと、これは個人事業主が事業用の現金や銀行口座から生活費などの事業経費以外を支出したときに使用する勘定科目になります。これはね、事業主貸しというものと事業主借りというもの、2種類あると思うんです。皆さんもね、ちょっと聞いたことあるなってこといると思うんですけど、ちょっとね、ここではね、どういうふうに使うとかね、使い分けっていうのは解説しないんですけど、事業主貸しは、生活費などの、要はビジネスのところ以外からお金の出し入れをするときに使用する勘定科目になります。このように経理をします。では次、確定申告でこんな時価消費なんて科目あったっけ？売上に計上するって言ったけど、どこに記入すればいいのと思う方ね、たくさんいらっしゃると思うので、じゃあ実際に実務、確定申告ではどうやって計上していくのかを次見ていきます。ここですね、確定申告の反映場所とあります。こちら、ちょっとサンプルでね、いいものがあったので持ってきたんですけど、これ会計ソフトフリーさんのところの解説のところからね、この写真が一番わかりやすくてよかったなと思ったので持ってきて、解説に使っています。このように売上金額っていうのがこうやって入ってくると思うんですね。この青色申告書の用紙に4枚セットなんですけど、この2枚目のページになりますね。ここに2ページ目とあります。そこを見ると、売上と仕入れっていうのが月ごとに合計が入ってきてると思うんです、皆さん。で、そこに、って思う人もいるかもしれないですが、ここですね、赤い矢印を見てください。ここに家事消費等っていう項目があるんですね。皆さん知ってましたか？で、ここはね、売上が1月から12月分あって、家事消費っていう風に入ってて、ここの下に雑収入ってあるんですけど、要はここ全部合計を取った計が、その年の売上として計上されるというか、乗ってくるんですね。なので、この家事消費と、こっちちょっとね、大きくもう少し載ってますけど、この、例えばね、家事消費等を知らなくて処理してなかったってなったら、要は売上がこの分、ここの例ですと27万7000円少なく申告してしまうということになるんですよね。そうするともちろん税額が変わってくる場合がありますので、税務調査に来た場合はこういう商品がある方とか、時価消費あるんじゃないですか、家事消費あるんじゃないですかっていうのはチェックポイントになってくるかと思います。計上が漏れてくると、要は売上金額が変わってくるので、その分税額がずれてくるっていうことなので、そこだけ本当に大事なポイントになりますので、必ず皆さんある方は時価消費を計上するようにしてください。あとね、皆さんこういうふうに紹介するとね、みんなやってるんですかとか、なんか本当に全員されてるんですかとか、こんなところをバレたりするんですかっていうご意見あるかと思うんですけど、その知らなかったって言って後で痛い目を見るのは自分ですよね。もちろんビジネスは自己責任になります。なので、そのみんなやってるんですかとか、本当に全員してるとか、バレるバレないよりも、この世の中のルールというものを知っておくことがまず本当に大事なことなんだと思います。なので今回の動画を作らせていただきました。はい、まとめです。先ほど言ったように税額が変わるポイントになりますので、必ずするようにしてください。そしてもちろんね、税務調査があった場合は、家事消費がありそうだなっていう職業というのは、やはり皆さん税務調査の方は分かってますので、担当者の方は。なので税務調査のチェックポイントになると思います。で、そのね、皆さんきちんと処理はしておきましょう。でね、もし知らなかったって言ってね、調査で言ったとしても、税務調査っていうのは知らなかったって逃れてたら、みんな知らなかったってもちろん言いますよね。なので知らなかったっていうのは通用しないので、そういう場合はやはり修正申告が必要だったり、もしくはね、その漏れている分追加納税がある場合があるかと思います。もちろんね、金額が例えば、1000円とか5000円ぐらいの家事消費の場合、じゃあ以後気をつけてくださいね、処理してくださいということで指導が入るというケースもあるかと思います。基本的に見られるチェックポイントであること、そしてもしね、その金額が大きいとか、担当によってこれはダメですよって言った場合は、修正申告もしくは税金の追加納税が必要であるっていうのを覚悟してください。ですので、やはりこの経理というのはね、ルール最低限自分が不利益を被らないように勉強をしておくということが必要かと思います。そう思ってね、私も普段から皆さんがそんなことでね、引っかかったり損したりしないように動画を作っています。はい、それではチャンネル登録の方よろしくお願いします。私は、YouTube 以外にね、Instagram、Twitter、TikTok もしていますので、ぜひそちらの方も合わせてチェックしてみてください。TikTok の方はね、始めて半年で今5万人以上フォロワーさんがいるので、ぜひチェックをお願いします。はい、あと私はオンラインサロンの方を運営しています。税理士川南の会議室ということで、オンライン上に税理士を味方につけよう。月額制の完全会員制。相談や質問はメンバーならいつでもしたい時にすることができます。普段私、料金表だと1時間1万円の料金ももらっているので、メンバーになるとこの相談や質問がオンライン上でいつでも OK になります。そして税理士の裏側を公開しています。私がね、普段どういうビジネスしてるのか、次こういう取材があるよとか、TikTok の裏側、YouTube の裏側、フォロワーの伸ばし方、またね、新しい税金情報やね、補助金情報など、新しいものは全てオンラインサロンのみに投げていますので、表には公開してないような情報を得るということがメリットですね。そして3つ目、Zoom サロンを定期的に開催しています。これはメンバーと私とで Zoom 上でこう話をするっていう情報交換会ものですね。もちろんね、その場で相談や質問をすることもできます。もしね、オンラインサロン気になるなって方は概要欄 URL 貼ってありますので、ぜひそちらの方からチェックしてみてください。はい、それでは本日の動画は以上になります。いつも最後まで見てくださってる方ありがとうございます。ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。税理士川南でした。またの動画でお会いしましょう。それではまた。